局の方に、フランス店の方にインタビューの方を受けていただきましてありがとうございます。はい、ではお名前からお願いいたします。はい、フレーザーと申します。はい、はい、フレーザーさん、はい、コスプレイヤーさんということでよろしいんですよね。まあ趣味でコスプレイヤー、はい、はい、といえばコスプレイヤーです。はい、合ってます。はい、ありがとうございます。お国はどちらから？はい、フランス出身ですね。はい、はい、ありがとうございます。今日は一体何のご衣装でいらっしゃいますか？あ、まず、あ、初めて、はい、すでに始まっています。ちょっとフランス語でお礼を。メクセブクオージュドゥイBienvenue et en plus je suis très heureux parce que je sais que vous êtes très occupé mais aujourd'hui vous m'avez donné une chance de vous interviewer. Merci. ということで日本語に戻って何の話してたの？はい、あれ、これコード取れちゃってる。あ、すいません、取れてました。こっち、じゃあ仕切り直しでまた。あ、すいません、ちょっとですね、あの機材トラブルがございまして一度仕切り直しとなります。申し訳ございません。名前とか自己紹介は終わったの？はい、終わっておりますが、まあ、あのまだ始まったばっかりですので、まあ、仕切り直しましょう。では、はい、はい、本日は日仏共同テレビ局フランス店の方の、ですね、取材に応じていただきましてありがとうございます。ございます。はい、まずはお名前からお願いいたします。はい、フレーザーと申します。フレーザーさん、はい、はい、フランス語読みするとフレーザーなのかな。あ、そうです、合ってます。フレーザーです。はい、フレーザー、あのね、フランス語の A、 あの英語で言う R の発音って全然違うんですよ。まあフレーザーさん、はい、はい、どう、はい、あれですね、ドラゴンボールのフリーザさんが大好きで、それでもじってフレーザーに。それで、そうですね、はい、その作りでフレーザーになったんですね。まあ、いろいろ考えてそういう風になったんですけど、もともとフリーザーから来てますね。はい、確かにそうです。フリーザーはどういうとこが好きです？あの声優さんが独特ですよね。あのホッ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 って笑って声優さんが大好きだし、うん、まあ、あと、まあキャラ的にもデザインも全部好きなので。フリーザっていうと、あの変身 4回してるじゃないですか。そうですね、今も5あります。5なんですか？今は5、変身は4回するけど携帯は5回も持ってます。5回になったんですね、はい、どれが一番好きとかっていうのがもしあれば伺いで。結構難しいですね全部好きなので。でも大体第一形態ですかね。第一形態、もうじゃあ一番みんながフリーザって言われた時に知ってるフリーザが好きということですね。もう第三形態とか言ってももうみんなあのドラゴンボールファンじゃなかったらわかんないんでね。まあ大丈夫そうですね。日本に来られてはどれぐらいになるんですか？今年の夏、まあ住むでしたら、住みに来たのは今年の夏で9年になりますね。9年、はい、すごい。最後にフランスに戻ったのいつですか？今コロナ問題もあって、コロナがあって私も行ってない。そのコロナの前にも忙しくて帰れなかったので、はい、もう3年以上帰ってないですね。私も最後にフランス行ったのが2018年の5月から7月で、そう、一緒ぐらいに2017年と18年の、あの年明けの、はい、時に家族に会いに行って、それで終わりですね。ご家族はパリですか？それでも郊外？パリではないですね。まあ出身がパリの近くだったんですけど、まあ、南フランスの方にいるんですか？あ、南仏ですか。差し支えなければあの地名を伺えれば。あ、アルピスの方なので、アルプ、オートザルプっていう。あ、アルプところでございますね。結構スイスとイタリアが近いって感じですね。あの今ね、韓国が日本ではクールジャパンっていう言われてますけども、結構フランスとかでも韓流っていうか韓国のやっぱアイドルとかっていうのが流行ったりしてるんですか？それは聞いたことあります？
私が日本に住みに来た時は結構流行ってましたね、確かに結構、はい、最初は多分確かに日本音楽が流行りで、その後は韓国はイドルが流行ったみたいな感じになってたんですけど、今はどうなってるかよくわかんないですけど、よくわかんないですか私なんかパリに行くたびもういつも決まってるのが5月に行って最後ジャパンエキスポ取材して帰国する、それでフェット・ドゥ・ラ・ミュージック見たり、 あとパリでトーピカル・キャフニバルっていうのがあって、トーピカル・キャフニバルっていう、それとか、ですね、そういうのを取材したりしながら、そう大体なんですけども、日本語はどこで勉強、多分皆さんあの見てる方気になると思うんですけども、日本語はどうやって勉強されますか。日本語は、まあ、最初アニメでちょこちょこ言葉を覚えたりして、で日本語を勉強したいって思ったので、高校卒業してから、パリに行って、その日本語学校で、イナルコ、イナルコです、イナルコが私ドッフィーヌだったんで、昔はキャンパス一緒だったの。そうですね、うん、でもドッフィンが希望だったんですね。あ、ドッフィンが、ごめんなさい、私ドッフィン の修士課程に入ってました希望で、で、まあ、本当はOK もらってたんだけど、その時は高校で、はい、卒業できなかったから、はい、結局もう一回受けることになって、で、ダメだった、その時は、1回目が、なので、イナルコに入ったということですね、はい。多分ね、聞いてる人、フランスの情報を知らない人、イナルコ、INC、エド、あ、ちょっと待って、イナ、INA、LCO ですね。はい、イナルコっていうと、日本語だと何か、まあ、とにかく外国語、日本語だけのみならず、アジアの言語とか。アジアの言語がメインですね。そう、うん。を学べるところで、大抵、イナルコなで、学んだ人っていうのは語学学校の先生になったりしますけども、そうですか、イナルコ今お年はいくつ、秘密ならいいですか。別に秘密ではなくて、90年生まれなので、今年で32ですね、はい、私80年なんで、ちょうど10年が10年ですねだこウェフユーでさ、コスプレイヤーにもう私ね、ジャパンエクスポで質問するとき、コスプレイヤーに片っ端からインタビューしていくんですけども、いつも聞くのが、デピューコンビアンドトンブゼット、コスプレイヤー。何年ぐらいコスプレイヤーやってらっしゃいます？若い頃はジャパンエクスポで、まあ、本当のコスプレではないけど、その時は、ビジュアル系。あ、ビジュアル系、ね、はい、ね。流行ってて好きだったので、ね、まあ、そういう格好とか、あとゴシックロリタとか、あ、ゴシックロリタね。そうですね、行ったりして、まあ、本当のコスプレではないんですが、うん、で、その一番最後に行った時は、確かビジュアル系のバンドのメンバーのコスプレ。まあ、軽くビジュアル系やってて、そこからもうちょっと何もしずに日本に住みに来て、はい、で日本でコスプレ始めたのは確か2017年ですね、結構最近。ちょっと待ってください、ね、マイクが、ね、マイクが入ってないな、音。あ、やって、ちょっとマイクテスト、入ってない音が多分、イヤホンがある。いや、イヤホンが今壊れてるので、うん、じゃあどうしたいの、これで入ってないじゃん、はい、ちょっと待ってください、ね、はい、大丈夫です。何が原因だかちょっとすぐ確認、確認、すいません、ちょっと音声のトラブルがあるんで、イヤホンをこう出して聞いてみます、すいません、一旦少々お待ちください。ライブ配信の方は大丈夫だと思うんですけども、同時に、もう初めからもうマイクも取れてたし、さらに繋いでもマイクが入ってなかったの私が気づきませんで申し訳ございません。猫ちゃんイヤホンある？あ、ないです。あるじゃん。いや、それじゃないですか。はい、ちょっと待ってくださいね。しばらく皆さんもお待ちください。イヤホンがないわけではなく、じゃああるならあるって言って、うん。あ、そっちのことですか。
マイクも外れてたしさ。ちょっとすいませんね、しばらくお待ちください。ああ、ああ、ちょっと待って。ああ、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 まあ入ってる前提でやれよ、しょうがない。はい、あ、すいませんでした。ジャパンエキスポで、はい、あの今ね思いついたのが、あのビジュアル系のコスプレが初めてだったっていうので、はい、だから私いろいろとにかくコンビアンドトンブゼッドブスコスプレイヤーっていうコスプレイヤーズですね、ズになるけどもあのよくあるのがゴシックロリータの人にそれ聞いちゃっての純粋ゴシックロリータって言われて、そうなので私もその時コスプレやと思ってなかったんですよ、はい、まあ知らない人に見ればもうコスチュームって感じだからコスプレやって言われちゃうかもしれないけど、まあ違うと私も思ってましたので、そこからはまだコスプレではないですね。うん、なるほどね。で結局日本に来てから本当にコスプレヤーになったって感じですね。日本が8年っていうことは、何年に来日しました？あ、2013年ですね。2013年、はい、ああ私その年パリに行ってますね。ジャパンエキスポにも行ってますね、取材で。2013年ですか。確か日本は、何月ぐらいに来日されました？13年、7月。めっちゃ暑いかったの覚えてますよ。あれパリが涼しかったのに、でめちゃ暑かったんですね、はい、帰国するなり私はジャパンエキスポを終えて帰国して、それであの日本人に散々脅されてたのが、日本はあの今すっごい暑いよって言って、もう帰国したらめちゃくちゃ暑い、まあ、今年の夏も10年に一度の暑さって言われてるので、長期予報ではまあ暑くなるかもしれないですけど何か質問来てたら読み上げて。いや、質問は今のところはまだそこまでは来ておりません。何か皆さんご質問あればぜひ聞いてください。ビジュアル系っていうと、私なんかもう X ジャパン大好きだったんですけども、はい、どういうビジュアル系お好きでした？まあその通りです。昔の X ジャパンとか、ルナシーとか、ルナシーとか、もう王道でいらっしゃいますね。そうですね。結構そういう系が好きで、うん、まああとは結構メタル系なので、ディレン・グレーとか、うん、そこら辺行くと私はよくわかんないです。ですね。の方が好きだったんですね。結構ダーク系。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。あ、日本と質問が来ました、はい、日本とフランス、どちらがそうですね、日本とフランス、はい、あのそれぞれのいいところを教えていただきたいということで、はい、いいところあの暮らしやすさとかですね、あの比較ですね、日本とフランスの。まあいいところ難しいですね。まあまあ日本は結構あると思うんだけど、まあ悪いところもあるんですね。どっちも悪いといいところがあるので。そうね、パリっていうと私はパリとリールとトゥールしか知らなくて、なるほど、トゥールとか行くとね、はい、治安もそんな悪くない、夜遅く歩いてても大丈夫だけども、パリだと基本はダメです、ね、多分どこでもダメのはずだと思います。フランスと日本って言っても、はい、例えば東京とパリだったら、あの日本において東京と、例えばさっきあの南部さんが山形だって言ったから、山形なんて多分鍵をかけないで、あの夜あの鍵をかける習慣がないとかっていう感じなところで、まあパリはね本当詐欺師も多いし、うん、いろいろ大変ですよね、はい、だから危険ですよね。まあ、日本のいいところは結構安全ですね、普通に、まあ、歩けますね、歩けますよね、うん、女性でも、うん、スカート着ても平気だし、うん、そうか、2013年7月って私もちょうどその時期あの日本に戻ってきたんで、熱中症になって入院しちゃいましたよ。それぐらい暑かったっていうのが記憶
あるということは2013年ってことは今年でもう、あ、そうか、8年、はい、9年ですね、もう9年ですね、はい、それで言葉はあのアニメを見てだけども、まあ、最初はまあ片言とかはアニメ でちゃんと勉強はイナルコで、うん、でイナルコは卒業せずに結局もう日本に行っちゃったっていう形で、だけどもういいやつってなって行っちゃったんですね、うん、あ、それぐらいどういう時に日本を憧れてました？2013年って言うと結局福島第一の後だからちょっと魅力が、あの、まあ、やや怖さも感じられちゃってた時期なの、まあ、でも2009年から あの旅行したりしてたんで、日本ではだいたい2年、1年2回ぐらいは旅行してたり してたので、うん、まあそれで結局旅行からフランスに帰ったら、まあ、もう、はい、うつ病みたいな感じになったりして、やっぱ日本がいいなって感じになって、もう我慢で気づいちゃったんですね。ああ、そうですか。フランスの生活には多分戻れないと思います、ね、ああ、なるほどね。私なんかもパリ行くときは5月、7月なんで一番いいシーズンだけ、前考えたんですよ、日本とフランスどっち拠点にしようかって。まあパリには5月7月さえいればいいやって思っちゃって、それ以外の季節は特に、あの、特に冬なんかね、いてもあんまり楽しいこともないしっていう感じでしたけど、まあでも稲荷湖出てもそこまで、あの、日本語達者な方いらっしゃらないのに、もうすごいですね、あの、日本語の、あの、もう、あの、流暢であるとこが、あのね、あの、アグネスちゃんっていう人がいて、もう何十年日本にいても、あの、日本語おかしいって指摘されるぐらい、そういう外国人の方もいらっしゃるんでね。まあでも一番大事なのは日本人と混ぜることですね、うん、多分そういうずっと外国人取りにいるのと絶対、うん、交わるっていうことで、うん、絶対進歩はできないので。じゃあ交わるってことは、日本のコミケとかは結構で行かれてんの？あ、もうコスプレ始めてから2017年からは行ってます、コミケとか。ああ、はい、じゃあ私も取材してんで、あの、気づかなかった。あったことあるかな、わかんない。その時は18号のコスプレでしたんですね。ああ。初コミケは、はい。ああ。好きなアニメはドラゴンボール。ドラゴンボールが、うん、メインですね。他には何か好きな？最近結構、まあ、広がっていろんなアニメ見てるんですけど、うん、現在結構ハマってるのはコスプレしてるの、あの、転生したらスライムだったけん。はい。というアニメで、まあ、といろいろ見てますね。進撃の巨人とか、進撃の巨人、ジョジョとか、ああ、ジョジョとか、西遊記とか、西遊記とか、シャマンキング、うん、まあ、古いアニメが一番好きですね、最近のよりは。逆にそう言っていただけると、私でも知ってるアニメなんで。そうまあ、90年代のアニメ系の方が一番好き、まあ、80年、90年かな。ああ、いい時期のアニメだね。一番そう好きで、最近だと、まあ、進撃とか、まあ、今のテンスラとか、うん、まあいろいろあるけど、まあ大体、うん、アニメというか映画で、あの、アニメーションの君の名は見ました。はい、見ました。あれどうでした？はい、なんかフランス人だとどういう受け取り方になるのかなって。結構良かったし、結構まあ素敵だったと思いますね、はい、うん、確かね、もう世界中でヒットして、いやでもフランスにもそう結構ヒットした気がしますけど、うんね、私は、2006年1月かな、その時ハウルの動き城が公開されて、はいはいはい、で今でも覚えてるのが、日本だとジブリのアニメってお子さんたちが見に行くのに、パリの映画館、もう大人なんで、はい、ね、そうですね、私もジブリが大好き で、ね、でフランス人大好きですね、ジブリが。それでフランスの知り合いに、あの、古き良きヨーロッパが描かれてるのが多いから、それってノスタルジーじゃないって言ったら、あ、そうかもなって、ノスタルジーですね、うん、っていう気がしますね。え、ジブリだ、何か、あ、はい、ですね、質問がありまして、はい、日本のアニメを知ったきっかけっていうのは何だったんですかね。まあ、それは難しいですね。子供の頃で、はい、まあ
ついテレビでちょっとやったりしてましたね。結構そういう番組があって、はい、でまあ若かったからまずは日本のアニメだと知らなかった普通のアニメって思うしかないけど、まあ、だんだん年取って、まあ、アニメはアニメ で、日本のフランスのアニメはまた違うって感じで分かって、一番多分一番最初ハマって日本のアニメで分かったのはポケモンですね、うん、ポケモンかで育てられたんですねポケモン、はい、もう7歳から7歳でポケモン6、7ぐらいかな。まあ彼より詳しそうで、ね、自称リアルピカチュウ、以前、以前ですね、今回のインタビューとはまた別にお聞きして、はい、とても衝撃を受けたんですが、日本とフランスでは、フランスの方ではベビーシッターさんが標準的に雇われる方が多いみたいなんですけれども、まあ、日本ではね、割と富裕層の方ばかりなんですが、フランスの方では割とポピュラーな代わりに、結構日本とフランスではそのベビーシッターの結構やり方が違うということで、ベビーシッターもそうだし、はい、パリ市内って山手線の県内なの、はい、それでベルトラン・ドラノエっていう人が市長になったら、はいはい、2840箇所も託児所、はい、子供を預ける場所を作って、パリの市長者も作ったし、私が大学の時にドッフィーのいない子もそうでしたけども、はい、キャンパスのとこに子供を預けるところがあって、あ、これって珍しいなと思って、ね、だからベビーシッターだけじゃなくて子育て政策はもうすっごいフランスはもう長年かけて人口を増やそうとしてきたんで、ベビーシッターだけじゃないんですよね。そうですよね、子預かりのところは確かに結構多くて、うん、で、まあ、前は話した通りに自分の場合がそのベビーシッターの住んでるところに預かられてたんですね、うん、逆に自分の家に来るんじゃなくてそこでいてたんです、うん、あれ、クレッシュでしたっけ、フランス語でクレッシュだっけ、あ、クレッシュ、はいはい、クレッシュですよね、公立園ですね、うん、そうですよね、本当子供を育てるのがいいっていうので、結構あとちょっとフランスでちょっとエッチな話になっちゃうんですけども、はい、日本だと和製英語でジェンダーフリーっていうんですけども、例えば日本だと学生寮でも男女別だし、お手洗いとかも別だけども、フランスって案外まあ私シテユニバーシティに住んでたんで、まず隣の部屋が女性だったし、もうシャワーもトイレも一緒だし、あとフランス語は本当なのか、高校生の時とかだとプール終わった後男女が着替えの場所も一緒って本当なんですか、シャワーとは。結構覚えてないけど、まあ確かトイレとかだったらもう混ぜたりはしますね、うん、はいはい、でも着替え場所はどうでしたかな結構前の話なので、多分ねそれは男の子はシャワーだったらちゃんと分けてますね、さすがには。シャワーはそれに分けるのか。でもプールだともう なんて言えばいいでしょう、あれですね、着るものだったらね、うん、結局まあ一緒でいいけど、うん、もう裸だったらさすがに分けますね。あ、じゃあその話は、そう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 、いや、そういうのを。でも確かに、まあ、トイレがミックスになったりのは、うん、もう、そうですね。で、プールだと、うん。うん、なるほど、ね。まあ、そのプールによると思うんですけど、裸はさすがに、うん、衣装はならないですね。なるほどね。着替えも分けてるはず。あ、なるほどね。そうですよね、うん、そっか。まあでも日本よりは分けてない気がしますね。分けてないですよね、はい、ドッフィーでなんかトイレも、うん、もう慣れても女性が後ろを例えば通るとえってちょっとびっくりしちゃうとかっていうのがお手洗いの時はありましたけどね、うん、何か他の質問は。そうですね、はい、今はですね、もう一度自己紹介をお願いいたしますというふうに、途中から来た方からですね。あ、なるほど、おりまして、はい、まあまあ、アデナがフレザーと申します。
でフレーザーでフランス出身のコスプレイヤーですね。で現在やってるコスプレが、天使ら転生したらスライムだったけのリムルというキャラです。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとねこれは微妙な問題なんで皆さんに分かんないよね。フランス語でいい質問しますけどブゼタンプテタミオジャポンプテタミ、あ、おい。あ、おい。だと。今、彼氏いるのって聞いていらっしゃいますって。彼氏というか、結婚してます。あ、結婚してんの？日本人と。はい。ブゼットマヒエ。はい。ほらな。結婚してみるおかげで、記念館も住みましたっていうことですね。ビザが難しいから。ああ、なるほどね。そうですよね。何か私も入ってますけど、在日フランス人協会とか入ったりしてます？入ってない？入ってないです、ね、じゃああまり日本のにいるフランス人とのネットワークはそんなない？まあ友達はいるんですけど、そこまでつながらないですね、うん、フランス人にいる、あ、日本にいるフランス人。ああ、なるほどね。そうですか、そうですか。フランス人がよくいるのはやっぱ飯田橋、あるいは横浜も多いですし、あと恵比寿もフランス系の建物が、ね、あるからね、はいはい、いらっしゃいますよね、うん。それでアニメ、漫画は漫画も何が好きですか？はい、漫画も何でも、まあ、どういうの、うん、一番多いのはジャンプ系ですね。ひょっとしてこれは日本人にしか通じないと思うんですけども、こちら葛飾区亀有公園前橋筋を読めます？はい、読んだことないけど知ってます、ね、うん、ですよね。あれはもう日本人じゃないとわけわかんないし、あんなの翻訳できないの分かってるので、ナルトとかならわかるけども、まあまあ、うん、こち亀はさすがにそれはそうだね。あれは海外で出版されないのが分かる。もう日本のことしか、もうしかもディープな話しかないので、うん、多分受けにくいかもしれないですね、海外で。ね、あれじゃ分かんないよね。ゴルゴ13は読んだことある？ゴルゴ13っていう漫画知らないか、古い漫画、スナイパーの。ああ、はい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 。で問題は昔の漫画とかアニメだったら、うん、フランスだと名前変わるので、ああそうそうそう、翻訳されちゃうんですよ名前が。ああ、なので、昔読んだとか見たアニメだと今の言われたら、え、なんだって分かんないんですよ日本語で。キャンディキャンディも、多分キャンディキャンディもフランス語で歌詞変わってて、あ、びっくりしちゃった。だからいろいろ変わるので、そうそうそう、名前もキャラの名前も変わったりしてたので、昔がね、今はもうそのままにしてくれるんですけど、うんうん、あ、昔だとそうなのか。そうそうそう、なかなかね通じないと、はい、たまにそう言われるタイトルがなんだって思って調べたら、あ、これだ知ってますってなっちゃいますね、はい。漫画は何かどういうジャンルが好きとかあります？やっぱ基本はジャンプ、ビジャンプに出てる漫画とか。デスノートは読んでました？大好きでした。大好き。大好きでした、デスノートは。映画も2年で終わっちゃいましたけどね、すっごい、すっごい内容なのに。全部見たんですね、映画も見たし、うん、そのドラマ系も出たし、それも見たし、うん、もう全部。デスノートがあったら誰か書きます。冗談ですけど、冗談ですけど。いいえ、テチンブラック。それが怖いです。テチンブラック。ね、デスノート。デスノートはね、はい。コロ先生のなんだっけ、殺人教室だっけ、コロ先生なんだっけ。そうですね、はい。殺人教室って知らない、ジャンプで。コロ先生っていうのが。はいですけども、はい、名前がまた変わってる。ああ、ちょっと調べて出したら多分、そう、出したら分かる。絵たちも絶対知ってるから絶対知ってるんで、もう顔見ればわかるんで。まだ若い頃一番読んでたのは遊戯王とか。ああ、遊戯王。ああ、知ってますけど、アニメしか見てないですね。アニメしか見てない、はい、なるほどね。はい、ジャンプで大ヒット作って最近で私知ってるのだと、暗殺教室ですね、はい、暗殺教室っていう、はい、じゃあ映画もアニメに、それとも日本映画実写っていうんですけども、
アニマシオンじゃなくて普通のフィルムは見ることある、ね、例えば北野武とか、はいはいはい、それはまあフランスで結構人気ですね。北野武はね、私結構知られてます。ジャック・ラングさんにインタビューした時、北野武の魅力についてラングさんに、ジャック・ラングってわかるかな、政治家ジャック・ラング、今言われたらわかんないけど、イデア、あのミッテランの政権の時に12年間文化大臣、やってたジャック・ラングって、まあ、政治では超有名な人なんだけど、そうそうそう、北野武ね、北野武は花火は見ました、花火多分見た気がします、ね、最後あの奥さん警察官があの主人公で、あの奥さんがあのもう不治の病を抱えて、それで最後旅に出るっていうのなんだけど、まあいいや、そんなここもらえる機会がなくなったまあ映画監督だと、じゃあ北野武さん、あるいは他どういうの好きですか、アニメでも大丈夫ですし、映画になってるので、まあまあ映画、まあ映画はアニメではなかったまま、先ほどの武志北野さんと、うん、まあアニメになりますね、大体アニメは一番見てますね、はい、私ね、2年前ジブリとか、ジブリが一番見てますね、あの映画だと、動画、ジブリ、あ、ジブリね、ジブリね、ジブリ、コードギアス反逆のルルーシュは見たことありますね、まあ、してるけど見てませんですね、あ、はい、なるほどね、こっちの方は意外となんか短い、なんかある間にビジュアル系にハマってちょっとアニメに離れてたので、その間のアニメが詳しくないんですよ、うん、で最近日本に来て、多分2014年からまたオタクに戻って、うん、オタクに戻って、だからそこからの作品がちょっとだけ分かるようになってるけど、そこまででもないです。だいたいドラゴンボールに夢中だったので、はい、ドラゴンボールオタクに戻ってそっちしか夢中して、うん、で今はもうちょっと広がる、いろいろ見てますね。ああ、そうですか、なるほどね、うん、で今結構異世界みたいなアニメいっぱい出来上がって、そこが結構流行ってました、うん、私が結構ハマってしまったんですね、まあ、韓国映画とかも流行ってもアニメはやっぱ日本が一番ですからね、それだけは変わんないですよね、うん、本当。なんだっけな、フランスのアニメ、私がパリだった時、ルネッサンスっていうモノクロのアニメ、知らないかな、知らないよね、結構古いかもしれないですね、ですよね、はい、アニメ日本で、あの私の知り合いのフランス人好きだったのゴーストは見たことあります、はい、ゴーストインザシェル、はいはい、日本結構有名でした、フランスでそれは、うんうん、知ってます、うん、そうですよね、あれで、うん、何か他に質問、はい、魅力を引き出すようなあ、なかなかはい、重大な理由で、私はオタクじゃないんで、あの、はい、オタクネタがよくわかる、あれですね、今あの、日本に来てからはどのようなお仕事をされてました、なんか結構あの、あれですね、オタク系のお仕事をされてることが多いというふうに以前お聞きしまして、今はそうだけど、まあいろいろやったんですね、来てからなので、はい、最初はやっぱ一番簡単なアルバイトでレストランとか、フランスのレストランとか、あ、はい、まあ、あといろんなレストランでやってみたりして、はい、でその後も販売の方に行って、で、猫専門店の、猫専門店、ペットショップということですか、そう、ペットショップです、ペットショップの猫専門店で、はい、そっちは確か4年間半ぐらいずっと働いてて、はい、でそれを辞めてから現在の仕事が秋葉原で、はい、あのまあ、買取販売のお店で働いてます、秋葉原といえばあのアニメの聖地ですよね、そうですね、はい、例えばあのその猫専門店のペットショップの方なんですが、あのこちらに、ね、今名前を出していいのかちょっとあれですけれども、大丈夫ですかね、いろいろと今いろいろな意味で話題になっている煉獄和明様、今煉獄コロアキさんに改名されましたが、
その方が飼ってらっしゃるあの猫ちゃんたちが私の店から来てるんですよ。実は私の初回からあそこで、はい。今秋葉原で働いてらっしゃるってことは、秋葉原なんで何かどういうご職業をしていらっしゃいます？秋葉原で。だからアニメとか漫画 の, あのフィギュアとかそういうフィギュアとかあとカードトレーダーとかショップの店員さん、店員さんなんですね。あ、買取と販売という形の。なるほど、はい、大変よくわかりました。他どうぞ。はい、ありがとうございます。そうですね、秋葉原で働いてらっしゃるんですねみたいな感じで結構反応が、はい、たくさん来ております。ありがとうございます。セーラームーンとかご存知ですか？セーラームーンもちろんセーラームーンもちろんフランスでも人気です。ただそういう系 の, あのマジカルガールみたいなのは私があまり好きじゃなかったんですね、はい、昔は。そうだね、今もまあ好きじゃないとは言えないけど、そこまで好きでもないので詳しくはないですね。いわゆる女の子向け、女性向けよりは、そう、少年漫画とか少年漫画の方が多かったですね。そうです。ありがとうございます。はい、とても似合ってらっしゃいますねコメントせっかくご結婚したっておっしゃったんで出会いとか交際どういうとこが好きなご方なのかとか、プライベートなセラビプケベ、もし可能なら教えていただきます。どのような、どこで出会ったか、まず。やはり旦那様に。ですね、そういうことではない。逆にビジュアル系にハマってた時は、はい、結構バンドとかと一緒に働いてることもしてたんですよ。あ、バンドの方なので元バンドマンです。彼氏が、旦那が。じゃあ憧れの、のでもないんですけど、知り合いの紹介で、もうバンド辞めてた時が紹介されて、で、結局つけることになったんですけど、はい、元バンドマンです。元バンドマン、はい、なのでビジュアル系でつながったっていうことですね。つながって、はい、何かお付き合いして日本とフランス人男性と日本の男性ここ違うなって感じることとかってありました？何かあるけど、なんて言えばいいでしょうね。どういうとこなのかなって思うので、まあ、やっぱフランスだと結構ハグとかしたりとか、ビズとかね、チューとかしたりして、ね、うん、そういうのはね、日本だとあまりしないから、それだけがちょっと違うかなって。まあね、家族であっても、ハグはしてね、ビズ、家からしばらく会えない時だったらビズはね、当然しますしね、それはわかりますね。それ以外は特にギャップはなかった。もう日本のことよく知ってるから。まあよく、長い間いろんな旅行いっぱいしてたし、あと知り合いもたくさんあったので、もうそれがもうご存知で、別に特に問題なかったんですね。文化も慣れてたし。なるほどね。他どうぞ質問。日本の有名なアニメで漫画であるんですけれども、アキラはお好きですか、なんていうふうにコメントが来ています。アキラ、はい、してますし、好きです、結構。アキラのね、頃の東京は結構、私ね、小学生でアキラ見て、アキラってちょっと気持ち悪いじゃないですか、最後。そうですね、最近もう一回見直して、やっぱおなじみで見えないですね、若い買ったので、全然分からなかったと思うんですよ、初めて見たときは、今見たら、なんか色、ね、いろんな意味で、名作だとは思いますけども、ちょっと最後のシーンとかグロテスクだなって思って、それだったらジブリだったらもう平和的 で、ね、ジブリ一番好きなのは何ですか？もののけ姫ですね。
ああ、もののけ姫、はい、日本語で聞きました、それともフランス語で聞きました。最初はフランス語ですね、ジミー全部、まあ、全部ではないけど、まあ、結構多めにフランス語で見て、でその後で私 DVD あるんで、パリから買った、はいはいはい、だからもののけフランス語、日本語、ハウルはね、結構ハウルの動きではフランス語が決まるんだけど、やっぱもののけ姫はもう舞台が日本だから、そうですね、うん、結局まあ大人になってってから見直して、やっぱ日本の声の方がいいなって思ったんですね、あのもののけ姫が。それでもののけ姫って声優さんで一番いいのが、あの大きな狼の、あの三輪明宏さんっていう、はいはいはい、知ってます、三輪明宏さんって、はいはいはい、あの方のなんていうのか、あのセリフの読み方がもうほんと素晴らしい、すごい声優さんと思ってます、はい、うん、あのだからもののけ姫が寝てる時に、あの人間の男の子が外出たら上にその大きな狼がいて、はい、まあもののけ姫の音楽が流れてくると、そこのあそこのシーンの三輪明宏さんが演じた何でしょうかね、言葉っていうのはあれは本当見事だなって思いましたね、はい、うん、それとか最後首だけになっちゃって、ね、噛みつく時もの台詞とかも、だからもののけはね、あれは哲学的にも考えさせられるし、本当に、うん、重要な、ね、映画ですよね、もののけ。プハンス・ドゥ・モノノケでしたよね。プハンセス。プハンセス・モノノケ。そうだっけ、違う、ね、うん。なかなか、だから日本的な、あれなんだっけ、小さい子供が、お父さんとかが動物になっちゃうやつ。ジブリのあれ、千と千尋、千と千尋はどうでした、あれ分かりづらくなる、あれは多分見た時は若かったので、うん、まあ楽しいと思ったんですけど、全部分かんなかったと思いますね、やっぱり。あれは結局日本に昔遊郭っていう、うん、まあいわゆる売春街があって、それがそれでなんで千と千尋の千尋って名前が千になったかっていうのも源氏名って言うんですけども、源氏名ってそういうとこで働く性風俗、セックスワークですね、セックスワークで働く方は別の名前もらう、それ源氏名とかで、だからそういうね、日本文化の背景がないと、そう、多分フランス人には伝わってないと思ってますね。だけど結構一番人気だったかもしれないですね、ジブリで千尋が。ああ本当一番知られてると思います。あ、はい、まあ魔女の宅急便とかね、本当ヨーロッパっぽいし、まあ、ヨーロッパめ、でも逆に多分ヨーロッパっぽすぎるから、あ、紅の豚とかね、ヨーロッパすぎますよね。なので千尋とかもののけとかが一番、まあ、人気だった気がしますね、私の世代だったら。うん、そうですか、はい、ここが何か、はい、ありがとうございます。そうですね、宮崎駿監督には例えば会ってみたいと思います。あ、もちろん会いたいです。じゃあ何か宮崎さんに振ってみますよ、事務所、ちょっと待って、その間質問しててスタジオジブリに連絡取れた、はい、あとヤフーニュース3件ツイッター見たらすごい ね、 そうですね、最近のコミケで1本は消えちゃってたけど2本は残ってましたね。どういうきっかけでヤフーニュースに載ったんですか。コミケで去年 の、うん、年末のコミケ、99番のコミケで、フリーザーのコスプレで、あ、フリーザーね、で、そうそう、友達もセールのコスプレをしてて、うん、でもうたまたま多分人数が決められてたから、そこまで人数多くなくて、だから逆に目立ちますねと思いますね、うん、なのでそこで取材を受けて、そこで最初は、まあ、ヤフーニュースに1回載せられた、うんという形で、でその後また連絡が来て、やっぱ話が面白かったので、もう一回ちゃんとメールでちゃんとインタビューしたいと言われて、うん、でインタビューして、で長かったので、まあ2つで分けて2つ記事になったということで、うん、まあ、3回載せられたということになってます、はい。
スタジオジブリはね、連絡を取って、あの別の、あの宮崎駿さんって結構 平和の問題にも取り組んでらっしゃるんで、その切り口でインタビュー申し込んでみて、あのまあダメだったらダメでしょうがないんですけど、あの吉祥寺にあるジブリ館は行ったことありますか？1回だけ行ったことあります。1回だけ、はいはい、うん、なるほど、さすがに行きました。はい、そうですか。確か日本に住みに来てからすぐ行ったんですね。あ、すぐ行ったんですね、はい、夏だったので覚えてます。結構暑くて暑くて、でもいいとこでしょ、あの井の頭公園近くで、あの緑が豊かで、うん、まあ、結構そう綺麗でした。メイコちゃんに何か質問あるって、はい、あの聞いてみて。はい、あのメイコちゃんはですね、あのフレーダさんの、メイコちゃんが一番知ってんだから、結構長い付き合いでして、メイコちゃんに質問、はい、今あの質問をあの文章で書いております。あのフランスのコスプレイベントについて、はい、あの日本と違う点などを聞きたいというふうに。まあ、ジャパンエキスポだね。まあ、ジャパンエキスポ、はい、大体コスプレだと、そうですね、イベント今結構あるので、いろんな種類で、でも最初はジャパンエキスポしかなかったんですね、うん、でジャパンエキスポだと日本と違うと、まずあのステージに出る人じゃないと、あの着替え室はないんですよ。あ、そうなんですね。なのでみんなが家からやっていくのか、車で行って車でやるとか、うん、電車もコスプレのままで電車乗ったりとか、結構、うん、ぐちゃぐちゃです、はい、日本だとね、あの逆にあの家からコスプレしてきていきません、あの会場で必ず更衣室を使ってそちらで着替えてください、はいはいはい、帰りもコスプレのまま帰ってはいけません、あの必ず更衣室で着替えてから帰ってくださいっていうふうに。あ、そうそう、ジャパンエキスポがあるときはね、パリ中がもうコスプレの子で、そうコスプレだらけです、コスプレだらけなんの、日本とは違います。そうそうそう、もうコスプレそのまま決めて、あの電車 AFUAF の米線のビルパントまで行って、はい、っていうのはもう、これはもうフランス行ったことないとかね、ビルパントって、チャルズ・ド・ゴール駅の次でしたっけ、一つ手前ですよね、パリから考えた、うん、うん、そうそう、ビルパンってなんて、だってもうあの展示場以外ね、行く機会ないですもんね。まあ、うん、ないですね、うん、まあ、うん、まあ、最近あれですね、なんかジャパネスコじゃなくてちっちゃいのもいっぱい出来上がったり、パリ漫画とか、うん、と今は詳しくないけど、いろんな街でもそういう系のイベントが生まれてるので、うん、あのまあ、フランスの声優さんが来たりとか、うん、コスプレしながらとか、うん、日本の文化を、うん、まあ、見せるような、うん、イベントがいっぱい出来上がってるみたいだけど、まあでも、まあ、パリ、あの、なんだっけ、パリママじゃなくて、ジャパンエクスポと変わらなくて、コスプレするときはもうそのままで、着替え必要はないと思いますね、やっぱ。で、まあ、お金払うわけではないしね。逆に日本はなんでコスプレのまま帰っちゃいけないのかが不思議で、別に、だってハロウィンは許されるのにね、なんでね。それですね、はい、うん、思ったんです。なんだろうね、まあ、なんでなの、やっちゃダメのは私はいいことだと思うんだけど、なぜアルウィンだけは許されるとは思うんですね。なんでコミュニティアコスプレできて帰っちゃう。それはですね、別に法律的な問題とかではない。だからではないですね。昔からあるマイナールールでして、私たちもよくわからないんですが、まあ、あのあれですね、あの店員さんとかと見分けがつきにくくなるとか、あのそのコスプレの衣装によってはですね、あのお店のスタッフの方と見分けがつきにくくなるとか、いろいろあるんです。例えばあのコスプレの中にはあのお医者さんのコスプレとか、なんか駅員さんとかみたいなコスプレしてる方とかもいらっしゃるんで、そういう方たちがそのまま歩かれると、結構ね、支障が出たりすることもあるみたいで、でだから、まあ、要するに、まあ多分、うん、そういう方たちと見分けがつかなくなるとか、まあ、最初はそういうルールがつけたっていうかもしれないですね。あとはその露出が激しい方とかでも、なんかその自由なんだからいいじゃないかみたいな感じとかで、結構あれですね、教育にあんまりよろしくないコスプレで出歩いてしまう方とかもいらっしゃるので、あの個別に対処するのが大変だから、あのまあみんな同じようなルールを決めたっていうことですね。街を出歩くのはマナー違反ですよみたいな感じでなっている感じですね。うん、ちょっとよくわかんないけど、めいこちゃんからの質問。そうですね、あ、そのめいこちゃんから
からはそのコスプレの話だけが聞きたいそうで、あと他、はい、どこでまず二人知り合ったの、どこでめいこちゃんと知り合いました。めいこちゃんはツイッターですね、最初は。おお、ツイッターで。ツイッターで。マサミンは、いや、私はめいこちゃん経由ですね。あのラジオの時が初めて。の時は初めて。ああ、初めてだったんですね。めいこちゃんがまあツイッターでフォローされて、お互い私もフォローしちゃって。なんでフォローしたか聞いてみて。あ、ここで。初めて。どこですか。あのツイッターが初めてですね、やはり。何に興味を持ったのかとか。そうですね、あのめいこちゃんはですね、ですね、ちょっと伝わってないですね。終わったらどっかお食事します、それともご主人がご自宅にいらっしゃる。いや、特に今仕事なので全然。ああ、じゃあ食事行きますか。ですね、あの他のコスプレイヤーさんからのご紹介ということですね。ああ、そうですか。はい、はい、もう私はね、日本にいるときフランス語が聞こえてくるたびにもうフランス語で話しちゃう。この間ウクライナ、在日ウクライナ人のデモ行った、初めて南米ギアナ、うん、あの南米ギアナ出身のフランス人に会いましたね。あのね、あれフランスの海外領土圏って不思議で、いろんなところにフランスってあるじゃないですか。まあそうですね、みんな多分あの六角形のフランスしかイメージないですけどもね、マダガスカルの近くにもあったりとかさ、まあね、アフリカに行ったらもうフランス語が多いし、うん、そう、私もねチュニジア行った時、日本人でフランス語できない、できる人が少ないみたいで、フランス語できたらもうすっごい歓迎、小学生とか中学生がわーって囲まれちゃいましたよ、ね。うん、でもフランス語は一番難しい言語気がしますね、はい、一番難しいだと思うので、似てるのがね、だからスペイン語、イタリア語、ルーマニア語がフランスとあの、まあ、似てることはそうそうあるんだけど、発音とか発音と、あと文法がそうそうフランス語が文法が大変すぎて、フランス人でもうまく書けないんですよ、いっぱい間違いしたりして。例えばね、ジャンマリー・ルペン、ジョン・マギー・ドゥペンのフランス語のすごいとこはね、いわゆるスブジョンクティクのアンパフェの使い方をちゃんとオーラルで書いてできるの。スブジョンクティクのアンパフェなんて逆にあんまり使わない。よく使える人は少ないと思います。ですよね。これもうフランス語をやってる人じゃないと分かんない。みんな間違えたりしてますね。はい、テーマなんで、じゃあ最後にもう少し、あと5分ぐらいなんで、何か聞きたいことなければ。そうですね、視聴者の方たちからはですね、あのこの世界の片隅にという映画がなんか大変おすすめだから見てほしいっていうようなコメントが来ております。見ました、この世界の片隅にって。あのね、広島の原爆の話なんだけども、はいはい、それ悲惨なシーンとかなくて、あの原爆が起きる前の、落ちる前の生活を淡々と描いていく。それで能年里奈ちゃんっていう子がいて、2013年ちょうどね、あの NHK の朝の連ドラで、アマちゃんっていうのが流行って、それでブレイクした子があの声優をやってたっていうので、だからこの世界の片隅に、フランス語だとなんて訳されてるかな、わかんないや、うん、まあ、あのとにかく、はい、あの見てみます、興味あります、いいです、はい、まあだからアニメっていうよりはもう淡々と、しかもクラウドファンディングでお金集めて作った映画なんで、うん、じゃあ最後何か告知とか、お店にぜひ来てくださいとかあれば、あのまあ特にないですね。ツイッターとインスタグラムさだけフォローすればそれだけで十分なんで。ツイッターがフレーザさんだけだといっぱい出てくるのかな。ちょっと今確認しますね。あのこれを見て、あのツイッター見ようかなって、フレーザって名前だと結構ある気がするんで、今フレーザと下の線とサマー書けば出てくるはずです。フレーザサマ。ん？フレーザーですね。フレーザーで出てこない。私になるとこうなっちゃう、フレーザー。だから他の人もこうなる。先ほどのツイートに
名前を入れてるので、あのそこから飛んでいただけるはずです。まあいいや、いやいやいや、コスプレイヤーリアル18号、何ですかリアル18号って。もともと初めてのコスプレが18号で、で次元18号って、人造人間の、人造人間のどれだ、あ、女性の方です、ね、あ、女性の、金髪で、キリリンと結婚した、あ、そうです、キリリンと結婚した人、ね、そうで、あの地毛でやってて、で、結構、まあ、似てるって言われるので、うん、はい、結構、リアル18号って言われてるので、もうそれは普通に書いたんですけど、はい。なんかフランス語の面白さも、ジュテムとジュテムとジュテムビアンが、もうすごくビアン入れると入れないですごい差があるっていう話とかもね、したらいいんですけれども、あと2分ぐらいですか、そうすると、何かマサミンから。あ、そうですね、なんか、やはりですね、及川さんが政治系の方なので、メインがですね、視聴者の方もですね、政治系の話題に興味がある方が多いみたいでですね、まあ、難しい話はする必要はないんですけれども、何か日本の方とかにそのメッセージとかあれば伝えてほしいというふうに。日本の あれですね、まあ、まあいいや、この質問なし。フランス大統領選挙がもうだってすぐ近くなんだからさ。そうですね。もうマクロンだよね、マクロン。そう、マクロン。今、マクロンですね。はい。今日はレヘピビリカンの女性候補が、なぜか支持率下がっちゃってね。だから、またマリーヌとマクロンの決選投票になって、2回目、マクロンが当選になっちゃう。見てない。あ、さっきあまり見てないけど、もうマクロンがまマクロンね、ウクライナで頑張ったからマクロンがね、勝つのが、また同じ決戦になってるってことですね、この前と、うん、そうそうそう、まあルペンの方が少しさらにマリーヌの方が穏健化したんで票は伸びるでしょうけども、まあ私はどうしても政治なんで支持率の伸びとか、ルモンド・ル・フィギャホ、あとリベ発4を電子版で読んでるんで、うん、フランスの情報は全然話違いますけど、フランスのフェミニズムでフェメンって知ってます？フェメン。あ、はい、知ってます。そう、私ね、あれ面白いなと思って胸を出して、まあ、そうですね、やるっていうのは、うん、あれもともとウクライナの女子大生たちなんですよ。それがウクライナでひどい目にあってパリに亡命してきたんですねっていう話なんかもありますけども、はい、僕はちょっと待ってくださいね。コメントは大丈夫かな。大丈夫ですか、マサミさん。コメントは、ね、猫ちゃんからの質問はどうですか。めいこちゃんはですね、やはりコスプレのことしか興味がないですので、うん、ですね、じゃあコスプレはいつから始めましたかというふうに、一番最初に発表したのはどのぐらい前からですかというふうな。まあ、さっき、まあ、軽くしか話したね、結局今は、はい、なので2017年はなんだっけ、テレビで、実はテレビでコスプレデビューをしたんですよ。日本のテレビ。そうですね、塗装中という、あ、知らないな。逃走中の番組で、うん、オファーというか、知り合いのコスプレイヤーが、うん、ドラゴンボールやいっぱい集まってるので、うん、一緒にどうですかって言われて、うん、でその時は、まあ、一緒に入って初めて18号のコスプレをテレビでやったんですね、うん、それが、うん、確か取材が2017年だったんですね、うん、はい、まあきっかけで始めたんですね。なのでもう今は5年ですね。でもコロナも入って長くはやってないから、もう5年間はやってるとは言えないです。コミケのイベントは今後も出ていきたいですか。あ、なんですか。
コミケ、あ、コミケじゃない、コスプレのイベントはいろいろできてる。昨日彼女たちゲームショー行ってたんだけど、ゲームショーでアニメジャパン、アニメジャパンだ、アニメジャパンはもともと毎年行ってるんだけど、今年は行けなかったんですね。あ、行けなかったんだ、はいはい、なるほどね。そうそう、なんか結構人数決まってるし、抽選だし、その抽選 の申し込みを過ぎちゃったんですよ、うん、気づいた時は、うん、もう申し込みできないままで、うん、仕方なく行けなかったんですけど、はい、はい、まあ行けば行きたいですね。イベントが恋しくなってます、はい、じゃあ10月の池袋のコスプレのイベントは行くのかな。ああ行きます、普通にも、うん、去年も行ったんですね、池ハローっていう、うん、はい、めいこちゃんもまさみも去年池袋行って、ああそうですね、私はね、あのその時選挙の時期だったんで行けなかったんだけども、選挙の取材で、じゃあそろそろお会いにしましょうか。今日は2部のゲストはフレーザさん、フランス人のコスプレイヤーのフレーザさんにお話をお伺いしました。皆さんどうもお付き合いいただきましてありがとうございます。またこういう機会作っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは終わりにいたします。皆さんオフブアアビアントアビアントフランス時間だったボンジュフネなんですが、もうボンスワゲですね。ボンスワゲですね。はい、ボンスワゲ。ありがとうございました。メッシー。はい。これどうした？